えー、こんにちは、ジャンゴです。今回は、えー、スライム軍団動画撮っていこうと思います。ということでね。 えーっとね、まあ、昨日からすると、えー、1ステージ進んでね、16兵士の墓場というところまで来ましたが、ま、あこの辺からね、ちょっと敵が硬すぎてなかなか進めなくなってますね、という感じですね。で、えー、今回は、えー、またね、ちょっとマスター宝箱の方の鍵をゲットしたのと、ダイヤもね、1000まで溜まったので、こちらでね、ちょっと宝箱開けたいかなというのと、まあ、こっちにね、ちょっと宝箱貯めといたので、 これをちょっと開けていこうかなという感じですね。まあ、順番にしか受け取れないので、とりあえず、えー、エネルギーからね、受け取っていきましょうか。本当はね、この豪華っぽい箱、最後に開けたいなとも思ったんですが、まあ、なんか木の箱が最後になっちゃいますね。えー、まあ、とりあえず開けていきましょう。はい。うん、スライムとバンビか。次。えー、またもや、バンビさらに。 おドラキュラ出たのは嬉しいね。まあ、ただ一枚だよと。はい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 。さあ、次。これがちょっと豪華っぽいけど、あ、しまった。間違えて一気に開けちゃった。えーと、なんだっけ。フロストとロボットですね。次。そっか。すぐ開けるっていうのを押しちゃダメなんだね。フロストと、うん、P ロボット、こっちも一緒か。なるほどねと。 はい、えー。というわけで、まあなんか上に出てるパスの、えー、箱がここまでですね。さあ続けて、えー、こちらの宝箱から開けていこうと思うんですが、まあレベルがね、もし6に上がったら真ん中の宝箱でもね、えー、S のカードが2枚出るよということで、まあマスター宝箱開けてもね、レベル上がんないと思うんだけど、いや、まあグランド開けても上がんないか。 ま、でもちょっとね、あの、下を先に開けた方が、レベル6になる可能性もあるかなってことで、えー、グランドマスター宝箱からちょっと開けましょうか。仙台や使いまして。いきますさあ、おいさあ、コアクマ。そして、えー、ゴブリン。ミイラ。スライム。うーん、あと5回か。さキュバスが出る。 バンビが出るさあ、おっと、ここでノバが4枚。うわ、寸止め食らった。<laughs> あと1枚。おっと、これがドラキュラ6枚。OK、ドラキュラはレベル上がる。で、コインと。なるほどねー。えっ、ー、とね、ちょっとノバがもう1枚出てほしかったですね。6、4がね、逆だったらよかったのかなとか、思いますが。えー、そしてね、まあ、レベルアップまで。 まだ遠いですね。じゃあ、マスタータクロボコを鍵で開けましょう。いけえー、こちらもね、一応1枚は入ってるはずですね。S のカードが。死神、ミイラー小悪魔、えー、鉄拳、ピーボット、そして、OK ノバよし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 。はい。えー、なかなかまあ、いいとこ引けたかなって感じですね。じゃあちょっとドラキュラからレベルアップしましょうか。 えー、一番コインですね。レベルアップ。OK。えー、ドラキュラの周りに守護コウモリ4匹が現れる。お、なかなか、えー、良さそうなね、パワーアップ。まあこれね、結局宝箱から引かないといけないんだけどね。OK、OK。さらに、えー、ノバの方も上げましょう。OK。 えー、ノバーのアイストームが敵を凍結するとき、周りの敵は10%の確率で、えー、凍結される。周りを巻き込むようになるよという感じですかね。よしよし、S が2体、えー、レベル7まで上がりましたね、えー。さらに上げれるならちょっと上げてもよかったんだが、コインがなくなってしまった。っていうかギリギリ足りててよかったねって感じか。 で、グランドマスター宝箱3箱開けるを達成してる。え、さらに、マスター宝箱2回開けるも達成してる。OK。あと、達成してないのは、あ、これも達成してる。あ、ダイヤの受け取り個数っていうやつか。なるほどね。おこれで、えー、ドラキュラ8体もゲットですね。まあ、8だとまだ上がんないのかな。 えー、合計でダイヤ5000個獲得と、えー、ヒーローの最大レベルが8に到達っていうのが、えー、まだ達成できてないのか。なるほど、なるほど。えー、で、2位のカードのアップグレード、これも達成だよと、言ったとこですね。はい、えー、というわけで、まあ、今回はね、ここまでにしようと思うんですが、まあ、今回ね、ドラキュラと、えー、ノバーですね。 えー、この2人の、えー、S のカードが、えー、レベルアップできたのでまたねもうちょっと先まで進めるようになるんじゃないかなと思いますまあただねあのステージ16がね結構敵硬くてこれ最高記録3ってなってるみたいに結構すぐやられちゃってるのでまあもうちょっとレベル上げないとなかなか、えー、進めないかなという。 気もしますね。まあ、ぶっちゃけね、この辺もね、宝箱、あの、コインをね、消した時の宝箱の中身の引き次第でね、やっと突破できたようなもので、実際ね、10とかでも結構やられるからね、今やり直そうと思ったらね。なので、ま、あ8ぐらいでレベル上げすんのが、えー、今の俺の手持ちだとね、ちょうどいいかな、とかいう感じだったりはするんですが、ま、あ一応ね、えっ、ー、と、運が良い時なら15まではクリアできたよ、といった感じですね。 はい。えー、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ